私の出番ね。艦長、この後いいですか？付き合ってもね。少佐、今までありがとうございました。いずれまた未来で会いましょう。ありがとう。久々の戦場よ。急ぐわよ。あんたが私の相手ね。
に向かって燃えてきたわ。みんな待ってて、今戻るから。勝算のない戦いはしない主義なの。ブローニャ、作戦地点に到着。テスラさんが送った座標まであと4キロです。近くに異常は見られません。分かった。減速と降下を始める。テスラたちの捜索準備を始めてくれ。全小隊油断するな。律者が虚数空間からいつ攻撃してくるかわからないぞ。負傷者の状況はどうでしょうか。いいとは言えないな。テレサさんの怪我はなんとか落ち着いたが、目を覚ますまでしばらく時間がかかるだろう。メイだな。コンケストジェムを奪われた時に心臓が傷ついてしまい弱っていく一方だ。すぐにでも心臓手術が必要だ。テスラたちを見つけ次第撤退。レーダーが戦艦に侵入する崩壊獣の大群をキャッチしました。戦闘準備。執行命令なし。ファイヤー。目標補足。ファイヤー発射。射撃開始。コイン回収完了。目標補足。ファイヤー射撃開始。ファイヤーファイヤーファイヤー目標目標ファイヤー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 目標無条件射殺機は確認。装備回収完了。機具待機。回収完了。目標補足。ファイヤー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  Thank you.
が起こったのです？ハイペリオンが緊急降下しているのですか？急いで戻らないと。姫子少佐、よくやったわね、ブローニャ。敵が来ます。すぐにハイペリオンに戻って、ここは私に任せなさい。指示を。敵全員沈黙、これより帰還。久々の戦場よ。時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。しかも敵が増え続けてる。何よ、律者だからって何でもありなわけ？敵は私が引きつけるわ。負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できるの？装甲が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし、復旧には時間がかかるし、今の低下率からして。落ち着いて、所要時間だけ教えて。3分よ。あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。今目的地に向かっているわ。久々の戦場よ。あら、弾かれた。台本通りに演じないとダメでしょ。キアナ、やっとお前たちを見つけたよ。順番が変わってしまったが、まあいい。虫キャラに変わりはない。お前から殺してやろう。待ってたわよ、クソったれ律者。今目的地に向かっているの。神も負傷するのね。
なぜだ。お前などとっくに何十回か殺せたはず。それは申し訳ないわね。私って結構手強いのよね。無礼な人類よ。人類人類って言いづらくないわけ。私にはちゃんと名前があるのよ。よく覚えておきなさい。あんたが今戦っているのは村田姫子よ。急ぐわよ。熱炎粉塵。了解。今目的地に向かっているわ。了解。今目的地に向かっているわ。急ぐ。今目的地に向かっているわ。急ぐわよ。了解。燃えてきたわ。今目的地に向かっているの。抜刀せよ、烈火。了解。今目的地に向かって熱炎粉塵。了解。急ぐわよ。了解。今目的地に向かって急ぐわよ。今目的地に向かっているわ。了解。急ぐわよ。システム準備完了。出力準備完了。起動照準完了。目標ロックオン。距離誤差調整完了。君が作ってくれたチャンスを無駄にはしないよ。撃て。
して私の体が。賞賛のない戦いはしない主義なの。今回は大ごとになっちゃったわね。まあいいわ。少し新鮮な空気でも吸おうかしら。みんなして子供のままのような子だけど、でも好きな場所だった。これからも長い長い道が待っているわよね。みんな武運を祈るわ。逃げられると
思った。待ってたわよ。死を迎える準備は整った。力の限り抗うのよ。それなら私の番で文句ある。死ね。キアナ、あんたが目を覚ました時、全てが変わっている。世界はもう美しくない。平凡な日常ももうない。でも諦めないで。何があっても諦めないで。その死に乗るな。
空の律者が覚醒したことによって世界は大崩壊に陥りました。たった4ヶ月の間に生き延びた人々は安全な場所を求め逃亡を余儀なくされました。研究士、人類が神州に築いた科学都市は人々の避難所となりました。2週間前ここで空の律者の姿が確認され、律者の行方を求めて天命とネゲントロピーは同じ時に行動を始めたのです。戦場のお掃除を始めさせて。大司教様、天球市に到着しました。次のご指示をどうぞ。2週間前天球市で崩壊エネルギーの漏洩事件が起きた。その後監視カメラの記録を調べた者が空の律者の痕跡を見つけたそうだ。君の任務は空の律者の行方を突き止めることだ。かしこまりました。しかしカメラの記録は2週間前のものです。空の律者はすでにこの都市を離れたかと。この情報を追い続ける価値はあるのでしょうか。写真をアップロードしたのは天球市の情報屋、通称ハイヘビだ。ハイヘビはこの都市のネット上の情報を全て監視できる特殊な技術を持っていてね。その中から価値のある情報を選別して売っているのだよ。写真を公開したのは暗に空の律者の行方を知っていると買い手に伝えているのだ。かしこまりました。最新情報によれば天球市で極東支部の裏切り者たちの姿が確認されたそうです。テレサ様に危険を知らせるほどの情報であれば、確かに予想よりもはるかに信憑性が高い情報だと判断できます。どうやら今回の人探しは一筋縄ではいかないようだ。逃亡中にもかかわらず空の律者の行方を追うだけの力が残っているのはネゲントロピーが後ろで情報の提供をしているからでしょう。彼女たちを追えば手がかりが見つかるかもしれません。任務に必要な情報は全て渡した。臨機応変に動くことだ。どんな手を講じてもテレサより先に情報を手に入れるように。かしこまりました。外の世界が崩壊に踏みにじられているのに、この都市は栄え安全で、まるで災難がなかったかのようです。ここの人々には想像できないでしょうね。大崩壊の元凶がすぐそばにいるなんて。極東支部の裏切り者たちもここにいますが、あちらは見えない場所にいる上、ネゲントロピーの協力があります。疲れを取るなら休息が一番ですよ。招かれざるお客様。招かれざるお客様。今こそ風を起こす時。
倉庫を拡充しました。準備が完了しました。今こそ風を起こして私の力を信じてください。ご安心ください。今こそ風を起こすとき。出てきたらどうだ。はい、蛇さん、こんばんは。どなたかをお待ちですか。私の護衛は君が一人で全て倒したのか。すみません、ちょっとした習慣でして。話し合いの場を少しきれいにするためです。しかし余計なことをしたようですね。埋め合わせとしてお仕事を提供します。報酬はたっぷり弾ませていただきますよ。それを受ける以外の選択肢はないみたいだね。あなたが2週間前にアップロードした監視カメラの写真にある女の子が写っていました。それが誰なのか、そして彼女の価値を知っているから公開されたのでしょう。彼女の行方を教えてください。私にはどんなメリットがあるのかね。あなたは強大な同盟者を得られます。そしてここから安全に離れられます。すでに強力な盟友がいるが、友達は多くても困らない。ただ最初から殺すと脅迫するのは正義が感じられるのね。それに天命に同等の立場の盟友を作る気なんてあるのかね。私が誰なのかをご存知なのですね。それならなおさら断る理由はないかと。知っていると。もそして断る理由もある。自分の情報の報酬が自分の命に、超道徳に反すると思わないかな。どうやら命の尊さをご存じないようですね。おいおい、軽く見られたものだ。ま、命もまた取引ではあるが、私のような人間にとって死もまた次の取引の始まりだよ。ヘビは死に屈しない生き物だよ。わかるかね。情報屋というよりも主人らしいですね。手を下すのが少し忍びないですが、申し訳ありません。任務ですので。君は一つミスを犯した。今君も蛇の目の中に入ったよ。蛇？
死もまた次の取引の始まり。確かにそうですね、ハイヘビさん。この取引、受けていただきますよ。館長様、お茶などはいか。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。私が守るわ。学園長、天球史に入りました。追跡や監視されている痕跡はありません。わかったわ。引き続きアインシュタインと連絡を保ってちょうだい。はい。メイは警戒をお願い。はい。それじゃあさっさと嫌なヘビを見つけて取引を終わらせるわよ。今時ネットで情報を送ってくれればいいのに、なんで直接会わなきゃいけないのよ。おそらく信号の盗聴を防ぐためだと思われます。そうね、それだけ重要な情報ってことよね。ここが天球市。想像よりもはるかに巨大な都市ですね。こんなに栄えた都市は大崩壊以前でも珍しいです。そうね、増え続ける崩壊獣に抵抗するため、人々は故郷を捨て世界各地の大型都市に移るしかなかった。人々を守れるだけの力は大都市にしかないからね。技術と資源が集まるにつれ、町もどんどん大きくなっていき、巨大都市となったのよ。本当に大きいわ。キアナちゃん、必ずあなたを見つけるわ。情報屋は信用できないやつばかりだから、取引にはリスクが伴うけれど、本部から逃げ出してからこれが唯一見つかったキアナの手がかりなの。どんなに危険でも試すわよ。学園長、到着しました。静かすぎる。様子がおかしいわ。みんな警戒を怠らないで。どこもかしこも機械の残骸だらけ。ついさっきまで戦いがあったようですね。ハイド&シーク。どういうこと？ハイヘビは死んだの？警報 D2814 市街区域で事件発生。直ちに暴力行為をやめ、武器を下ろして両手を上げなさい。暴力行為をやめなさい？今から始めるのよ。へい、即戦即決よ。警報をハックして止めました。これで安全になったはずです。急いでハイペリオンに戻りましょう。待ってください。この殺人は偶然ではないはずです。ブローニャに。犯人は一撃で仕留めています。プロの仕業です。金目のものは取ってないようですが、携帯やパソコンなどの電子機器がなくなっています。
ハイヘビは生前何度か改造手術を受けており、装置を多く移植しています。犯人はそういった装置を持ち去っています。バイオニックアイやマイクロチップがなくなっています。犯人はハイヘビから情報を得ようとしたみたいです。ハイヘビを殺した犯人は認証用バイオリックを持ち去っています。バイオリックアイなどがそうです。情報の入った機器を解除するためでしょう。それじゃあ私たちは無駄足だったの？どちらとも言えません。ハイヘビの手首の内側にあるバイオチップは残っています。これは権限の識別に使われるものです。犯人は自分が重要なものを現場に忘れたとは夢にも思ってないでしょうね。学園長、重要な情報ならバックアップしているはずです。このチップがあればハイヘビのテリトリーに入り情報を見つけられます。ダメよ、ハイヘビはただの情報屋だけれど天球師で、むやみに彼に手を出せる人もいないわ。人目もはばからずに殺害したことから見て天命が介入した可能性があるわ。この都市にとどまればとどまるほど危険が増すわ。ブローニャは操られ自分を亡くした時の感覚を知っています。キアナも今同じ苦痛を強いられているのです。ブローニャは何としてもキアナを助け出したいです。わかったわ、この先状況が変わればすぐに引くわよ。Thank you.